皆さん、こんにちは。アリーナオクリーナチャンネルのアリーナです。本日はもう一つ笑いとこを見たくて、それは、ノンスタイルヤンキー坊主の笑い動画をみんなと一緒に見たいと思います。で、動画を見る前に、いつも私の動画をご覧いただき、パトリオンしてくれて、YouTube スポンサーしてくれて、スーパーセンスしてくれて人や、誠にありがとうございます。では、早速で見ましょう。ありがとうございます。最近ね、僕ね、ヤンキー漫画でよくあるさ、俺に勝とうなんか100年早いんだよ、これはちょっと言いたいね。マジで、いや、そんなことよりさ、話変えんなよ。マシュマロが食べたくない。マシュマロの話だもんね。いや、これ言いたい言うてんねんからさ、これちょっとワンシーンやらせてくれや。断らぬ。すっとやれよ。やってくれんじゃん。すぐやるよ。ほんで俺ちょっとヤンキーのボスやる。じゃあ俺ファンキーなボスするわ。せんでええよ。あの時もろい。そのキャラ持ってやますねん。そんな話出てこへんし、出てこへん。お前は俺の手下やって。手下ね。そうだ、ね、俺の知らんところで俺の仲間がやられてんねん。で、手下であるお前はそれを偶然見かけてまうねん。水晶でいるかお前。見かけるって言わへんやん。言うで物買いからみんな。それを体育館裏でな、一人で俺のところに知らせに来んねん。おい、アーテルどうした疲れすぎやろ。どっから走ってきてんの。ウォータークーラーで水を飲むな。学生感出さんで、さっと言ってくれ。ひろゆきさん、どうした？トイレットペーパー持ってきました。トイレしてんじゃん。つらいんじゃないですか。ヤンキー座りや、水飲むな言うてんねん。おい、お仕事座りさ、冷たくないねん、私に。やられたこと言うてこい。ひろゆきさん、大変です。どうした？西高のやつらに、うちの学校のズ・グヌンバ・ペペがやられてしまった。誰や、そいつ。そんな国際交流持ってんの。それは日本で行こう。日本がやられてしまいました。戦争みたいな。ブルーなるのに。トールで行って。今日誕生日のトールがやられてしまいました。余計な設定つけるな。ややこしになるやろ。なんで？場所はどこだ？僕の家でやろうと思ってます。誕生日って言うな、しゃぶ。誰が誕生日かになるの。ボコボコにされた場所や。赤ちゃん本舗の駐車場です。雰囲気でいいやろ。第4倉庫第4倉庫です。赤ちゃん本舗のおむつばっか。なんで赤ちゃん本舗で喧嘩するの。ベビーカーメインのコーナーですけど。どうでもええもん。場所は聞いてんねん。よし、とりあえず第4倉庫まで向かうぞ。はい。何それ。一輪車で行かへんの。火くれるぞお前。自由に信号待ちをするな。ええねん、しそう。それはバイクとかで行ったらええの。ガムツバイクでいいんですね。第4倉庫についてもな、バイクの音でなんか威嚇すんねん。ウィンカー音ちゃうわ。聞こえへんやろ。エンジンよりわーって威嚇した後にな、バッとな俺がや。おいお前ら、よくもうちの灯籠やってくれたな。覚悟しろ。ガラ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 。扉開けとけよお前。予行演習みたいになるやろお前。扉開いてる状態でバットルがタンカー切ってんねん。お前もなんか言うたらよ。緊張するなお前。思い切って言うよ。パソコンとして怖い怖い。バッタンカー切ってたらな、ボーボーにしたら灯籠発見して、おい灯籠誕生日おめでとう。お祝いしてる。めっちゃ目元叩いてた。そんな灯籠のとこね、駆け寄って、灯籠大丈夫か。はっきり喋れよ。できたらや。状況考えろ。で、僕から相手の坂を倒していくのよ。なんで笑ってこの話飽きてきた。なんちゅうこと言い出すのよ。お疲れ様でした。ええねん、こっからな、俺がザコ全員倒していくねん。いや、髪型変。ありがとうございます。どこで終わらしてんの。いじるとこも終わらすとこもおかしいやろ。こっから相手のザコ全員倒すの。お前むっちゃ強いやんけ。あ、強いといえばお酒強い。話変えんねん。全員倒していったらな、相手のボスが出てくんだよ。お前がやるよ。誰がやったらボスが出てくんだよ。抜くなわ。ちゃんと体と気持ち悪い。全身使え、僕この野郎。精神つきます。今からやんの。殴りかかってこい。さったりがお前に勝つには100年早いんやろうね。言うてもうバカんよ。その後に決め台詞出るのか。黙ってこい。うわうわうわ。俺に勝とうなんか、ピンポン100年早い。クイズか。言わしてくるだろ。俺に勝とうなんか100年早いんだよ。100年後、この野郎。全然やるわ。もうよ、お前さん。はーい、すごい。あ、2009年ですね。すごい。ノンスタイルは本当に、すっごいと思います。なんか言葉の他にも、動きもすごく笑い出すことは、たくさんありますね。なんか、めちゃくちゃ笑いました。
なんかやっぱり言葉の意味より動きとかいろいろな音があると、あ、なんか組み合わせはすごく笑い出すことはすごく多い。それもノンスタイルの好きなところなんですけれども、もっとノンスタイル動画見たいです。皆様いかがですか？あの、他のノンスタイルなんか好きな動画があればぜひコメントしてください。他のお笑い、動画でもあればぜひコメントしてください。私と一緒に、あの、たくさん見て、たくさん笑うことをできればいいかと考えております。で、今日の動画を見ていただきありがとうございます。動画をちょっとだけ楽しんでみてくれると嬉しいです。で、いつも応援いただき、なんか本当にありがとうございます。はい、くれぐれもご自愛のほどをお祈りいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。